ずっと以前のお話です。大阪高槻市鯉のぼりフェスタに行きました。空に1000匹の鯉のぼりが泳いでいます。1000匹の鯉のぼりたちは寄付や子どもたちが描いたものもあり、写真スポットとしても有名だそうです。愛犬モンも鯉のぼりたちと記念撮影。モンも鯉のぼりを見上げてる。不思議そうに振り返ってガン見してる。鯉のぼりを見て楽しそうです。いろんなカラフルな鯉のぼりたち、こんな数を見たのは初めてです。菜の花とのコラボです。最初に写真スポットとしても有名だとお話をしましたが、高槻でこんなたくさんの鯉のぼりが見れるとは知りませんでした。友達の SNS で教えてもらいました。よく似た写真ばかりですが、川の上を泳ぐ鯉のぼり、子どもたちは川遊びが楽しそうでした。お母ちゃんは木陰にレジャーシートを敷いて一休み。前半は鯉のぼり、後半は他の場所で見たお花の紹介になります。ここからは同じ高槻にある河川敷の画像になります。花のことはよくわからないのですが、菜の花に似たカラシナという花のようです。今までずっと菜の花だと思って見ていた花が実は違っていたりしたのでしょうか。たくさんのカラシナ、なかなか見応えがありました。モンも広い堤防でお散歩できてよかったね。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、登録をよろしくお願いいたします。 Thanks for watching.